アポリナリオマビニ、アポリナリオマビニは、1898年から1899年の短命で終わったフィリピン共和国の憲法構成を書いたフィリピン人理論家。かつて、フィリピンで発行されていた10ペソ紙幣に肖像が使用されていた。バタンガス州タラガで貧能である父イノチェンチオマビニと母、ディオニシア・マラナンの間に生まれた。 若い時代にタナワンの学校で勉強し、それからシンプリシオ・アベリノから教育を受けた。その後に彼は有名な教師、バレリオ・マラバナン神父によって運営された学校に転校した。彼は人文科学の小学生となり、ラテン語の教授資格を得たサンフアンデレトラント彼が1894年において法律学の過程を学んだサントトマス大学で研究を続けた。 貧しいものを守るという彼自身の夢のためにアポリナリオは母が彼に得ることを望んだ生殖を見捨てる気になった。1896年初頭より彼は歌詞の麻痺をもたらしていた病気、ポリオに罹患していたようである。革命が同じ年に解体した時にスペイン当局は彼が何とかして抵抗に関係していたと疑っていて彼を逮捕した。しかし、 彼が歌詞を動かすことができなかったということで、障害者への偏見も伴いスペイン人は彼らが彼の逮捕について誤りを犯したと考えた。彼は解放されてサンフアンデリオス病院に送られた。彼がリサールノの,のメンバーであり、政府の管理において改革の導入のために密かに働いたことのために、マビニには民族主義的な結社との関係が完全にないわけではなかった。 1898年にロスバーニオスで休暇を過ごす間にエミリオ・アギナルドは彼を呼びにやった。彼はマビニをカビテに連れてくるのに彼が横たわるハンモックで移動する時に交代で手助けする数百人の人を集めた。アギナルドはマビニの健康状態を見るとすぐに彼がこの仕事において彼を助けることを要求することにおいて誤りを犯したに違いないと思った。 彼がアギナルド将軍の首席顧問になった時に、マビニは1898年における革命の中で、とても活動的であった。彼は命令を立案し、憲法構成をフィリピンのために推薦した。彼はまた革命政府のために計画を作った。1899年に彼はアメリカ人によって捕らえられたが後に釈放された。1901年に彼は、 グアムに追放されたが米国に中世の誓いを立てることに合意した後に1903年にフィリピンに復帰した。彼は税官庁の前で1903年2月26日に誓いを立てた。1903年5月13日にマビニはマニラでこれらにより亡くなった。ありがとうございます。